毎月ちょっとでも貯めたいけど、なかなか貯金ができない。そんな心配はもういらない。大学生必見、お金のやりくり。貯金上手になるには、まず支出を把握し、貯金できるお金を計算していくことが基本です。お金が貯められない人ほど、いつの間にかお金がなくなっているなんてことが多いのではないでしょうか。さて、今回ご紹介するのは、つい貯金に手を伸ばしてしまうなんて悩みを持っている方に、簡単に家計を管理できるおすすめの方法。それは、大学生でも作れるビザデビットカードをうまく使いこなすこと。使ったお金をデジタルで管理できる使いこなし方を見てみましょう。金村隼人、26歳、社会人4年目。独立心が強く、大学時代から実家を離れ一人暮らしをしている。大学時代は仕送りとバイト代をやりくりしながら、家計を管理することに苦労しつつ、節約に楽しみを見出す一面も。新井元気、19歳、大学1年生。金村隼人とは同級生で、家が近所ということもあり仲良くなった。時間管理のエキスパート。常に2つから3つのバイトを掛け持ちしていながらも、前期の大学の成績はトップクラス。2年生の夏に日本一周のバイク旅に出たいという夢を持っている。窓の外を見る隼人、ちらほらと雪が降り始めている。あれ、雪か、珍しいな。そういえば、元気と鍋を囲んだのもこんな雪の日だったっけ。懐かしいな。あいつどうしてるかな。時は遡り、隼人が大学1年生の冬、気の合う友人元気と鍋をすることに。お前、本当に生活力あるよな。料理の手際の良さ、俺惚れ惚れしたよ。将来絶対いい父親になるでしょう。てか、隼人と結婚する人が羨ましいわ。おいおい、ちょっと何言ってんだよ。そんなに褒めても何も出ないぞ。そういや、隼人ってお金のやりくりもうまそうだよな。この間もバイト代貯めて自転車買ってたしさ。うまいかどうかはわからないけど、常に仕送りとバイト代でやりくりして、ちょっとずつ貯金もできてるかな。いやさ、実はちょっと悩んでるっていうか、へこむことがあってさ。俺、バイトを常に2つ3つ掛け持ちしてるじゃん。バイクを買って日本一周一人旅をしたくてバイトを増やしたんだけどさ、全然たまらないんだよ。これじゃあいつになってもバイクも買えなけりゃ一人旅も行けないよ。ん？元気のバイトって結構時給良かったよな。それでたまらないってちょっと変じゃないか。どこかに理由があるはず。元気は家計簿をつけてるのか。収支を把握しようと思ってレシートをもらうようにはしてるんだけど、結局面倒で、何にいくら使ったか管理できないんだよね。お釣りの小銭とレシートでパンパンに膨らんだ財布を見せる。おお、見事な豚財布。わかるよ、俺もビザデビットを使う前はそうなりがちだったからさ。バイト代を ATM で引き出す、現金でお金を払ってそのレシートを保存しておいて家計簿をつける、これって超面倒だよな。そうなんだよ。だから結局何にいくら使っているかわからなくて、今月やりくりしようと思っていた金額からオーバーしてるなんてことも多いんだよね。ちょっと貯められても足りない時に使っちゃって、全然増えていかないんだよ。それデビットカードで使ったお金を可視化すれば一気に解決するかもよ。デビットカードって？これこれ、このカードで支払うと銀行口座からすぐに直接引き落としがされるんだ。あれ、どっかで見たことある気がするな。口座を作った時に一緒に作って、そのまま財布からビザデビットを見つける元気。そう、それだよ、もう持ってるじゃん。
じゃあビザデビットの魅力を説明するよ。まず ATM でお金を下ろすのって手間もかかるし手数料もかかるじゃん。そうそう、なんだかんだ一日多忙すぎてほっと一息つけるのって夜中になりがちで、お金を下ろしたりするのっていつもバイト後にコンビニに寄った時なんだよね。もったいないと分かっちゃいるんだけど、時間外手数料がすごい高くついちゃっててさ、しかもこれくらいあれば足りるだろうとその時はなんとなく考えて下ろすんだけど、結局足りなくなってまた夜中にコンビニで下ろすという悪循環で。ちなみに ATM で下ろした金額や手数料を確認するために記帳はしてる？してないんだよ。だからいつどれだけ下ろしたのかも把握できてなくて、とはいえ週 1,2 回は ATM を使ってるから、まずい気がしてきた。あちゃー、本当に悪循環だ。よし、まずはそこから改めよう。デビットカードで決済すればまず ATM で現金を下ろす機会がぐっと減るから、ATM 利用手数料を抑えることができるようになる。俺、1ヶ月の手数料が節約できるだけで漫画が1冊くらい買えちゃいそうだな。さらにビザのデビットカードにはすごい便利な機能があるんだ。それはデビットカードを使うことで出費が簡単に可視化できるという部分なんだ。元気だから見せちゃうけど、これ俺のネットバンキングの利用明細。明細の細かさは利用したお店によって変わるみたいだけど、俺のよく行くところは店舗名がしっかり出るんだ。これはスーパーで食材の買い出しだろ、これは駅前書店、これは美容院ってな感じで、スマホをチェックするだけでいつ何に使ったか記録されるから、今月残りいくら使えるのか家計の状況が分かるってわけ。こんな細かく家計簿をつけようって思ったら大変だよな。できないわけだよ。だろ？でここには今月使っている総額が出てくるんだ。でここには預金残高が出てくる。だから日々アプリを見て少しセーブしなきゃなとか、もうちょっと使っても大丈夫だなとかもその都度判断できるんだ。おお、それはすごいな。ちなみに俺は友達と食事に行って散財した後はしばらく自炊にしようとか、そんな感じで調整してる。もはや節約系インフルエンサーレベルだな。まあここまでできるようになるには1年かかったけどね。最初はデビットカードの利用限度額を設定できる機能に助けられたよ。ん？限度額を設定できる機能？さあ、デビットカードは一月に使える上限を自分で設定することもできるんだ。例えば5万円に設定したらそれ以上は使えないから、使いすぎも防げるってわけ。財布に入れる現金の範囲内で節約しようとするよりスマートで効果的だよ。なるほど、それは便利だな。意志の弱い俺でも使えないなら節約せざるを得ないな。でもさ、デビットカードって使えるお店って限られてるんじゃないの？いやいや、これ見て、元気のデビットカード、ビザって書いてあるだろ。つまりビザの加盟店ならどこでも使えるんだ。ビザか、それなら俺でも知ってるぞ。確かにそれならほとんどのお店で使えるし、しかもネットショッピングもできるよな。だろ？だから俺はコンビニでの買い物だってビザのデビットカードで支払ってるんだ。こうやって出費を管理してコツコツ貯金もできるようになった。この前は貯めたお金で自転車を買ったけど、次は自転車で移動した距離とか消費カロリーとかの記録をつけられるスマートウォッチを買おうと思ってるんだ。やっぱりハヤト、ファイナンシャルプランナーでも目指した方がいいんじゃないか？いや、さすがにそこまでは。でもこうやって家計記録を自動でつけてお金が貯められるような仕組みを作ると節約や貯金も楽しいだろ。うん、これなら俺にもできそうだよ。お、
そろそろ鍋も締めじゃないか。やべ、うどん買い忘れた。じゃあ俺コンビニでうどん買ってくるよ。サンキュー。ついでにビザでデビットデビューしてこいよ。家計簿をつけるのは何かと面倒が多いもの。でも今の時代は使うのも管理するのもデジタルで結びつけることができるようになっています。楽に簡単に出費を管理できる方法を見つけることが上手に貯金できる近道なのではないでしょうか。再び現在のハヤト。そういや最近元気に連絡取ってないな。また鍋でもしようぜって誘ってみるか。貯金をしたいと思っても家計の管理ができていなければなかなか続けていくことができません。元気のように多忙な毎日を送っているとつい面倒で ATM で現金を下ろしては使うという日々になりがちです。無駄をなくすためにデビットカードを使ってみよう。そのポイントをまとめてみました。今回のポイントを整理してみましょう。ビザデビットカードで決済すれば銀行口座から直接引き落とし、だから ATM 利用手数料も ATM に行く手間もなし。ビザデビットカードなら利用明細がアプリにすぐに反映される、だから家計管理が楽々。ビザデビットカードに自分で利用上限を設けることで使いすぎを防げる。ATM 利用手数料も手間も節約しながら上手に家計管理してしっかり貯金してみてはいかがでしょうか。